海上自衛隊潜水艦の潜航深度は極秘となっていますが、あなたはどれくらい潜れるのか知りたいでしょう。今回は、とある根拠の中潜水艦の材質と搭載長魚雷の性能から海上自衛隊潜航深度を導き出しました。詳しく見ていきますね。世界でも屈指の技術です。2022年12月に、時の日本の岸田政権は、安全保障関連の3文書と言われる、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の3つを、改定の上で閣議決定し、2023年度の防衛予算から、その大幅な増額を実現させた。これは、岸田政権が発足時より掲げてきた、日本の防衛力の強化を、その公約通りに政治的に進めた形ではあるが、2022年に正起したロシアによるウクライナ侵攻が、その動きをくしくも後押ししたと見る向きが多い。故、安倍首相や前菅首相の政権よりも、与党、自民党内における現岸田政権は、防衛予算の増額に関して、そこまで強硬に推進することを、政治的に、強く標榜していたわけでもなかったように思えるが、世論の影響も少なくなかったと映る。今回の安全保障関連の3文書の改定と閣議決定では、日本の防衛力の増強の柱には、スタンドオフ能力を向上させることが謳われており、その分野の兵器開発と調達に防衛予算を投入することが大きく報じられている。スタンドオフ能力とは、敵の防空ミサイルの有効射程圏外から、日本側が攻撃可能な兵装を装備することを指しており、国産の兵器としては、1・2式地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾が、その代表例とされている。また、1・2式地対艦誘導弾の能力向上型が実戦配備可能となるまでのつなぎとしては、アメリカから、トマホーク巡航ミサイルを調達して、水上戦闘艦に搭載する方向が打ち出されており、遠距離からの対地、対艦攻撃能力の獲得が施行されている。いずれにせよ、周囲を、世界で6番目の面積を有する、広い領海に囲まれた日本では、その防衛力の中核は、やはり、海上自衛隊の存在によるところが多く、2019年度以降の最後の中期防衛力整備計画で打ち出された体制の構築を急いでいる。ここで示されている海上自衛隊の主戦力の体制は、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機であり、それらの中でも、潜水艦は日本の防衛における、最も重要な戦力であると言ってよいだろう。1945年8月に、アメリカを中心とする連合国との太平洋戦争に敗戦を喫し、一時は潜水艦の保有を禁じられていた日本は、1954年に海上自衛隊の発足が行われたことで、再び潜水艦を保有、運用する体制を取り戻した。ただし、この時点では、潜水艦の建造は、太平洋戦争の敗戦によって禁じられていたことから、アメリカ海軍の通常動力型の攻撃型潜水艦である、加藤級のミン号を貸与され、これを、1955年から、黒潮として運用、再開を果たした。この、黒潮は、海上自衛隊に貸与された後、現、三菱重工業者の神戸造船所で、環境等の改修工事を行い、1966年まで収益。これと並行して、川崎重工業者の神戸工場で、1957年には、戦後初の国産潜水艦である、親潮が寄港される。そして、3年後の1960年には、これに続く国産の林岡2隻が寄港され、同艦は、それぞれ、現、三菱重工業者の神戸造船所と、
川崎重工業者の神戸工場で建造が行われ、今に続く、この両者による国産潜水艦の建造体制が構築された。今年2023年3月時点における海上自衛隊の潜水艦戦力は、古い方から、親潮型が8隻、双竜型が12隻、太平洋型が2隻の22隻の実戦配備となっており、これとは別に、2隻の親潮型が、練習用の潜水艦として残されている。海上自衛隊の潜水艦の数が、現行の22隻体制となったのは、2011年度の防衛計画の大綱からで、それまでは16隻体制であり、基本毎年1隻ずつの新増艦を、現、三菱重工業者の神戸造船所と、川崎重工業者の神戸工場が、交互に収益させてきた。16隻体制から、現行の22隻体制へと、6隻の潜水艦の実戦配備数の増加が行われたことで、それまでは16年プラス練習艦としての数年で退役を迎えていた形が、22年プラス練習艦としての年数に引き上げられた状況である。今の22年プラス練習艦としての年数という海上自衛隊の潜水艦の収益期間は、他国海軍の潜水艦が少なくとも30年以上は使用されていることが常であることからは、贅沢な運用とも思えるが、それだけ海上自衛隊が潜水艦を重視していることの証でもあろう。また、現三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が、交互に2年で1隻を収益させる状態を維持していることで、潜水艦建造に必要な技術やノウハウの継承が果たされており、通常動力型の潜水艦としては、世界有数の性能を担保している。そんな中で築かれてきた海上自衛隊の潜水艦22隻体制だが、これを実現させたのは、昨年2022年3月からであり、最新鋭の太平洋型のネームシップであり、一番艦たる太平洋が収益したことで確立されたものである。海上自衛隊の潜水艦として最新鋭である太平洋型は、今年2023年3月に2番艦の枠芸も収益を迎え、同級は最終的に何隻が建造されるのかは不明であるが、今年5月には6番艦の寄港がすでに行われている。現状で最も旧式の親潮型が2023年時点で、未だ8隻が実戦配備中であることを踏まえれば、その全てを代替するために、太平洋型は、少なくとも、全10隻は建造されるのではないかと、個人的には推察している。太平洋型は、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートル、基準排水量が3000トン、水中排水量が、推定で、4300トンと召されており、前級である、双竜型を踏襲し、若干排水量が大型化したと考えられている。また、太平洋型は、こちらも公表されていないため、すべてが推定値ではあるが、水中での最大出力は6000馬力で、最大速度は、水上で13ノット、水中で18ノット以上と見られ、機関構成を同軸する。そう、竜型の最終の2隻と、ほぼ同等の性能だと、推察される。海上自衛隊の潜水艦は、現行の親潮型、そう、竜型、太平洋型ともに、その潜航深度は、いずれも機密として明かされてはいないが、装備や建造に使用されて、材質等の観点から、およその数値が推察されている。まず、そうした中で、最大値として推察されているのが、潜航深度1000メートルとするもので、これは、そう、竜型が、
船体に使用している特殊鋼材 NS110 が物理的な計算上からはその数値まで耐えることが判明しているゆえだ。ついで先行振動900m と推察する見方もあり、これは双流型が搭載する主兵装である89式超魚雷の性能が水深 900m に及ぶことから、それと同等ではないかという点から主張されている説だ。ただこうした説はあくまでも特殊鋼材 NS110 の耐圧性能や89式超魚雷の性能をもとに可能性として言及されているもので、潜水艦の本体自体はそこまで実際に到達していると見さす見方は一般的ではない。少し古い話で恐縮ではあるが、現在の日本の最大の仮想敵国である中国では、2017年に双流型の先行振動を通常で 500m、 最大で 600m ほどと予想する記事がインターネット上で確認された。中国側のこの記事によれば、特殊鋼材 NS110 の耐圧性能の最大値は踏まえつつも、双流型の潜水艦としての大きさや規模を踏まて現実的な推察を行ったと考えられ、個人的にはこれはいい線をついているように感じる。しかし双流型以降の日本の潜水艦が仮にこうした仮想敵国である中国側の見立て通りの先行振動を有していると仮定しても、対中国艦艇との対峙が予期される東シナ海は水深はおよそ200メートルほどと非常に浅い。よってそうした水深の浅い海域に日本の潜水艦が進出して作戦行動を行うことは非常な危険を伴うために考えにくく、もっと水深の深い海域に潜んで先進度にも対応可能と言われている新型の18式超魚雷を活用する運用となるのではなかろうか。